どうもラオチンです。ペーパーマリオ RPG やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日はスイッチ版で新しく出てきたボスを倒したいと思います。そのボスっていうのが、闘技場のエキシビションマッチですね。ここのこいつプリンスマッシュですね。普段だとゴールドホークまでしか出てないんですけども、ある一定の条件をクリアするとプリンスマッシュが出るようになります。その条件っていうのがお悩みセンターにキノシコアからの依頼があります。それをクリアしてください。でクリアをしますとエキシビションマッチにプリンスマッシュが出るようになります。でただクリアするだけではなくって条件がちょっとあるんですよね。これ確実か分かりませんけども、私の場合は、何度か敵と戦った後数分間待って、ステージの移動をすると、メールが届きました。これがちょっとね今のところ分かってないんですけども、多分それで間違いはないと思います。何度か戦闘をした後に、数分間待って、ステージ移動をするだね。そうするとメールが来ます。最初のメールがこれです。ごきげんようっていうキノシコアからのメールが来ます。これを受け取ってください。でその後さらに、また敵と戦って、何度か戦って、で数分間待った後にステージ移動をします。そうするとさらに、メールがもう一通来ました。まあ、何体戦うとか何分待つかっていうのはちょっとわかんないんですけども、まあ適当にやってみてください。そうするとメールが来ると思います。2通目がこれ、手合わせ願います、木下ですね。これが来た後にエキシビションマッチにプリンスマッシュが登場します。はい、ちょっと時間かかりますけどもやってみてください。では早速戦っていきましょう。それでは行きましょうか。普通に戦うと難しいと思います。普通に戦うとそこそこ強いと思う。でもちょっと装備をちょっとやっちゃってますので、ワンパンで倒すと思います。失敗しないようにね。うおー、マジで避けるの？そうなんだ。俺初めて避けられた。おお、ちょっと待って、プリンスマッシュマジで強いかもしんない。俺これ完全にワンパンでいけるかと思ったら、あ、もうこれ完璧だわ。あ、最初避けられたからびっくりした。あ、でも経験値は1なんだね。これ残念。そして倒しましたらば、廊下にプリンスマッシュがおります。アイテムがもらえるんですよね。プリンスマッシュの帯ですね。特に効果はなかったと思います。はい、ということで今日はスイッチ版で出てきた新しいボスを倒していきました。今日はちょっと装備をやっちゃってたんであれでしたけども、普通に戦うとかなり強いと思います。挑戦してみてください。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。